一瞬の風になれは、佐藤隆子による日本の長編小説及び、それを原作とする安田武史作画による漫画。陸上競技にかける高校生を描いた物語。2008年2月、フジテレビ系列でドラマ化。原作は2006年9月から書き下ろしで刊行が開始された。全3巻、講談社刊。2007年に、 本屋大賞、吉川英治文学新人賞を受賞。単行本の構成は、以下の通り。第1部1について ISBN978 から40億6213万5627第2部、用意 ISBN978 から40億6213万6051。 第3部ドン ISBN978 から40億6213万 6815NHKFM 放送青春アドベンチャーで2007年5月14日から5月25日まで平日の22時45分23時に放送された。マガジンスペシャルにて2007年7月号より2010年4月号まで連載された。 全6巻2008年2月15日 ISBN978 から40億6363が195822008年10月17日 ISBN978 から40億6384万5442009年5月15日 ISBN978 から40億6384万14042009年8月17日 ISBN ISBN978 から40億6384万17632009年12月17日 ISBN978 から40億6384万22582010年5月17日 ISBN978 から40億6384万3088富士テレビ系列で 2008年2月25日から同年2月28日までの23時から23時45分枠にて春の4夜連続ドラマスペシャルとして4夜連続で放送された。4夜連続ドラマでは初めて4日間を通しての連続で描かれるストーリーだった。キャッチコピーは夢に向かって走れ。平均視聴率8.2%。ありがとうございます。